皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、Yahoo にニューとマークされている、いわゆる最新ニュースの解説です。まずは国内ニュースです。えー、トケマッチ元大統領ら、旅券返納命令。海外には逃げるなってことですね。はい。いいと思います。次。 耐震強度に地域差、精度見直しへ、今回の能登半島の地震のように、地震は起きない、大きな地震は起きないとされていた地域で、非常に震度の高い、えー、地震が起きたというところも踏まえというところでしょうか、はいそうですね、こういった差を作るのはあまり良くないですよね。はい、はい、そうですねまあ 均一化すべきでしょう。はい。では次いきます。えー、水俣病の訴訟。熊本は原告の請求を棄却したとのことです。はい。なかなか厳しい判断ですね。はい。なんかこう、SNS とか使って運動を起こしたらいいんじゃないですか。はい。ね。そう思いますけどね。<laughs> はい。次いきましょう。えー、国際ニュースです。 えー、イスラエルが病院を爆撃で600人を拘束ということはハマスが病院に潜伏していたということですねこういうことをするからイスラエルも病院にミサイルを打ち込まなければいけない状況になるんですよ、はい、もうハマス、本当にテロ集団だなと思います、こういうニュースを聞くと。はい、次 えー、トランプ氏側の遅延戦術、裁判瞑想ということですから、牛歩戦術ってありましたよねあの、国会でね、昔々ね、ほんの少しずつ動いて、投票終了までに何時間何時間とかかるというね、あの牛歩戦術をちょっと思い出しましたね、はいまあ、それでもね、やるんでしょう、彼はね、目標に向かってひた走る。 ってことこですからね次、えー、バンクシーの新作が数日で汚される本当にもうアートへの侮蔑ですやめてください何、はい、とかする方法ないですかねなんかバンクシーだーって見つけた時点でラッカーでこう ラッカー塗装でこうコーティングするとかねあ、ラッカー塗装じゃないのか、他のコーティング方法の方がもっといいんでしょうね。はい何らかの形で失礼え、えー、防御するといったことがいいんじゃないでしょうか。はい次、えー、経済、えー、東京株、一時4万1000円超ということでね、はい頑張ってください。僕の株も頑張ってます。はいあの いつ下がるかわからないこの東京株ですが、はいまあ、実力を伴った上げなんでね、じゃあ、どこまででも上げていいかっていうと、そんなことないでしょ。はい、はい、だから、まあ、どっかで調整局面入るでしょう。それがいつかというのが読めないところが、えー、投資の面白みですよね、株式投資のね。はい、次、えー、利下げ迫る政治的圧力に継承、IMF は言っています。 政治的圧力はよくありませんね。はい。もう当然のことです。ということは、今すでに政治的圧力をかけている国があるということを案に示しているわけです。はい。次、えー、バーガー2090円。各地で価格多様化。そうなんですよ。私がよく行くチキンバーガー屋さんもですね、いろんな トッピングやらこうサイドメニューが2つあったりはいなんかスムージー今すぐ作りますのスムージーがあったりいろいろして結局なんか頼んでみたら2000円近くいってたとかねありますねはい,いいんじゃないですか選択肢が増えるんで、はい、いいと思いますよ次アメリカ司法省アップルを提訴 まあなんか生成 AI 関係か、もしくは、えーまあ、何か命令、ああれですね、アップル、アップストアですね、アップストア。アップストアでしかソフトウェアを販売しないということに関して、アップルがなんだこうだとこう難色を示すということでしょうかね。はい。頑張ってください。どちらも頑張りましょう。こういうのは対決で決めましょう。はい。次、AI と知的財産権の保護の 案が了承とのことですこれ、日本の話ですね、はい。知的財産権をどう保護するのか、ここがね、非常に、えー、まあ、ビジネス化できるかと、AI を、そこに関わってきますので、ビジネス化できないんだったら、もう、使われなくなります、そのうち。はい、今までの歴史がそうです、はい。なので、ちゃんとこういうところをね、みんなが守っていけば、 使えるよっていうことにちゃんと政府が取り決めを行うべきということで、それの骨子案がようやく了承。ちょっと遅いかなっていう感じがしますね。はい。次、えー、10年放置した町の X、元ツイッターのアカウント乗っ取られるということでね。10年間放置していたのが悪いとしか言いようがありません。はい。次、科学です。豚の腎臓を 生存している患者に初移植、世界初移植、アメリカで行われたそうです。えー、いいですね。豚さんがどんどんね、あのその後、ね、あのね、みんなで美味しく食べましたになったらいいんじゃないですか。<laughs> はい、次、えー、化石は新種のカワイルカペルーの話です。えー、ね、ペルーっていろいろ出てきますね。はい こういういいの嬉ししですすよよねねワワククま次、ギャンブル依存は病気であるという深刻な問題、はい。俺はギャンブル依存症じゃねえとか言ってる人に限ってギャンブル依存症。まあ、アルコール依存症と一緒ですよね。俺は依存症なんてなってね、俺はいつでも立つことができるんだ、じゃあ週に何回飲んでますか、毎日だよ、みたいなね、こういう <laughs>、こういうことですよね、こういうこと。はい、さて、次、エンタメニュースです。 めぐり、えー、今後大使館が怒り、そういうことをやっちゃったんですね。はい気をつけましょう。次、広の使用さんでやってますか、スポンサー人気は続くのか、いや、さっぱり分かりませんよ、そんなの。不祥事を起こしたらもう終わっちゃうでしょうし、逆にね、いい活躍したらね、スポンサーの額も増えるでしょうし、まあ、量も増えるでしょうね、はい。頑張ってください。せっかく調子いいんですから。はい、次 元男組、成田、成田なんとかつぐさんがドラマ出演とのことでね。あかっこいい顔してるな、本当男らしい。僕とは全然違う。はい。それはもう出演できるでしょうよ。はい。次、えー、っと、スポーツです。えー、速報の選抜、選抜の速報。 大阪桐蔭対北海道のことです。大阪桐蔭、私は音楽が大好きです。頑張ってほしい。はい。次、えー、と、解雇された水原氏の発言一遍の経緯、記者語ると。まあ、もう今頃聞いても、もうそうですね。はい。えー、水原氏解雇、大谷の取材徹底ガードしてきたと。 だけどいいことしてからってね、悪いことやってたらゆ許されるっていう、そういうプラマイゼロっていう話じゃないですから。はい。そうです。なので、まあ、致し方ないと思います。大谷さんとしてはね、あいつが、けど落ち込んでられね、早くいい通訳見つけなきゃ、みたいな感じでしょうね。はい。まあ、ね、大谷さんはそんなことでね、揺れる選手じゃないと思うんで、はい。頑張ってください。はい。今回の配信えニュースは以上となりますが、 皆さんはどのようなニュースに注目されましたでしょうかそうですね、私はやはり水俣病の訴訟、原告の請求、棄却、これ、なんとかして行動をね、起こしてほしいですね、そのご本人たちがね、みんなに署名活動をネットで求めるか、ネット署名、そういうのを求めるとか、いろいろやったらいいんじゃないですか。この 裁判所をちょっとおかしいぞぐらいの噂が立つぐらいにねやっちゃえばいいんじゃないですか <laughs> はいということで今回の配信は以上となりますまた次の配信また別の配信でお会いしましょうさようなら